どうもこんにちは、うどんです。今回は先日発売されましたストラクチャーデッキ混沌の三元間にて登場したカードを使ったウリアデッキ、まあ厳密にはエルドリッチウリアですね、こちらを作ってきたのでご紹介していきたいと思います。さて、エルドリッチがそもそも何なのかについては以前の動画で話しているので、上のカードなり、動画の説明文から、あるいはあとは三元間のね、詳しいことにつきましても以前の動画で投稿してますので、そちらも、上のカードあるいは動画の説明文から、ご覧になっていただければ嬉しいなと思います。とはいえですね、改めて少し細かいところね、今回のデッキのこう中心となるところみたいなのをちょっと改めて話していきたいと思います。今回の主役は何を隠そう、深淵王ウリア、このモンスターになります。自分の場の永続トラップカード、表側の永続トラップカード3枚を生贄に捧げることで手札から特殊召喚することができるこのカードは、自分の墓地の永続トラップの数かける先天自身の火力を上昇させます。ゆえにですね、たくさん永続トラップをデッキの中に入れておきたいわけです。で、永続トラップを使うといったら、まあやっぱり最近、出てきたエルドリッチがですね、永続トラップ、そのトラップモンスターを使って戦っていくよっていうデッキなので、まあそれと合わせてね、行こうという感じのデッキになります。はい、ただですね、ウリアって表側の永続トラップしか生贄に捧げることができないということなので、1回伏せる、ターン待って表返す、でそれを生贄にするっていう結構工程がね厄介なんですよ。めんどくさいというか、純粋に時間がかかる、手札に来ても結構すぐポンってウリア出すことができない。ただですね、それを解消してくれるカードがありまして、それこのハイパーブレイズというカードですね。これトラップカードではあるんですけれども、自分の場の裏側のトラップカードもウリアのリリースコストにできますよっていうカードになります。別にこれリリースコストにするトラップは何でもいいので、まあ、永続トラップ、それこそこのデッキでいうと黄金鏡の永続トラップはもちろんのこと、赤き血染めのエルドリクシルも素材にすることができたりしますよと。はい、さらにこのカード、自分の場のウリアがバトル際に、デッキあるいは手札からトラップカード1枚を墓地に送ることで、このターンそのバトルウリアの攻撃力は互いの場墓地に存在するトラップカードの数かける1000ポイントになるという能力を持ってます。なので、まあ、墓地の永続トラップはもちろん、場の永続トラップとか、まあ、相手の場とか墓地の通常トラップもその攻撃力も数に数えるので、まあ、状況によってはかなり高い値になってくれるのかなと思います。まあ、ぶっちゃけたところ言うと、このデッキで使ってると平均ウリアの攻撃力は5000ぐらいかな、3000から5000ポイント、ハイパーブレイズの効果使うとそれプラス2、3000点みたいな、そんな感じになるのかなと思います。まあそれを踏まえた上でちょっと採用枚数見ていきたいと思います。まず深淵王ウリア、これ2枚でいいです。3枚も入れると逆に泣きたくなるので。次に、暗黒の将来神ですね。デッキからウリアだとか姿勢の買い物だとか、あとハイパーブレイズ引っ張ってくることができたりするので、まあこれは多く入れておいた方がいいかなと。それから混沌の召喚神ですね。一応手札からウリアを特殊召喚することができる術は少しでも入れておいた方がいいかなということで、一応採用って感じです。あと黄金鏡エルドリッチが入ってます。ウリアって後ろ破壊することはできるんですけど、手前のカードにタッチすることができない。あとはまあもっと言うと表側のカードにタッチすることができないので、まあ、そこ触れる、なんだろう、この子はエルドリッチは入れといた方が割と、なんだろう、安定感出るかなという感じです。まあ、レベルも10ということで、最悪ウリアと合わせてグフタスマークスとかになれるかなって感じです。はい、で次、マジックカードです。マジックカード、まずちょっとウリア関係から、七星の開門が3枚と、失楽園が1枚です。七星の開門は、まあ、割と将来神と似たような理由で、自分のデッキからその何ウリア関係のカードを引っ張ってくる、まあ、ウリアか将来神しか持ってこないんですけど、このデッキだと、まあ、ウリアか将来神かを引っ張ってくることができるよと。あと場に残っちゃっても、エルドリッチのコストになれるので割と便利です。それから失楽園、一応混沌の召喚神が1枚入ってるんで、まあ、それに応じて1枚ですね。基本このデッキのドロスは強欲で金満の壺になるので、そんなたくさん入れといても逆に邪魔かなということで、今回は一応1枚だけの作業にします。はい、次が、呪われしエルドランドです。これまあエルドリッチ引っ張ってくる、エルドリッチないし黄金鏡を引っ張ってこれるので、まあ、永続トラップを持ってくることができるカードなんですよ。永続トラップをサーチするカードって結構少ないんで、まあ、結構超このデッキだとありがたいかな。ただこれ場にあると自分アンデッドしか殴れなくなってしまうので、まあ使う際はちょっとだけ気をつけていただければと思います。あとはまあ合金と破壊の指名者です。はい、そういえば羽冒険入ってなかったなってことに今気がつきました。はい、すでに入れたい方は入れてください。はい、次トラップカードです。トラップカード、まずちょっと永続トラップから見ていきましょうか。メタルリフレクトスライムです。はい、守備力3000の、レベル10のトラップモンスターです。
一応はですね、このデッキエコストラデッキに、次に発売されるデュエリストパックかな、それに収録されるゴッドスライムというモンスターを入れているので、ちょっとこの子を入れてみました。はい、って感じです。次に黄金鏡の永続トラップですね。コンキスタドールさんのワッケーローさんの、ガーディアンが2です。はい、なんでガーディアン2かっていうと、別にガーディアン2でいいかなみたいな、そんな感じのノリですね。細かいところはあんまりなかったりします。それからあれですね、覚醒の三元魔ですね。このカードを入れてる理由としては、墓地の永続トラップ使い回すことができるよっていう効果位置を持ってるので、メタルリフレクトスライムをこうね、墓地から回収して使い回すとかもできるので。それから通常トラップが赤き血染めのエルドリクシルって感じになってます。はい、まあシンプルにエルドリッチ引っ張ってこれるよってカード、あとこれも実は永続トラップをデッキから引っ張ってくることができるカードであったりするので、まあ結構相性いいかなってことで3枚つを入れましたという感じです。はい、でエクスルデッキこんな感じです。すげえ雑って感じですが、まあいいでしょう。いうところがあるとしたらこちらですね、ゴッドスライムです。水属モンスターとレベル10以上の水属性モンスター1体とで融合召喚することができるんですが、自分の場の攻撃力ゼロのレベル10水属性モンスター1体をリリースした場合でもエクストラから出すことができますよと。で、このカードが場にある限り、相手はこのモンスターにしか攻撃することができず、このモンスターしか効果対象に取ることができません。はい、ですね、メタルリフレクトスライムって攻撃できません。攻撃力3000、守備力0で攻撃できませんよって、そういうモンスターだったんですが、それをこのゴッドスライムにしてやることによってアタッカーになるよという、そういうカードです。なんか情報が出たので入れてみたいなと思って入れました。以上です。はい、って感じです。あとなんかエクストラグフタスとかプレアデスとか、あとなんかなんかそこら辺がわちゃわちゃ入ってます。はい、細かいところはね、まあ調整していただければと思いますが、基本的に合金で吹っ飛ぶことを想定しているので、あんま深くは考えてないです。はい、って感じです。いかがでしたでしょうか。割と前回の三元魔デッキって、三元魔と言いながらウリアって結構こう出す優先度が低かったりして、結構なんだろう、まあ次元融合殺で除外されたり、ハイパーブレイズのコストでポイってされたりすることが大体だったんですけど、結構このデッキだと、まあ、エルドリッチの中に入ってる感は否めないっちゃ否めないんですが、ウリアでちゃんとビートダウンしていけるってところもあったりします。はい、ので、まあ、ぜひねウリアデッキを作ってみたいなという方は参考にしていただければと思います。というわけで、まあ、ここまでのご視聴誠にありがとうございました。この動画に対して何かありましたら、評価やコメント、チャンネル登録等していただけますと非常に嬉しいので、よければお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ウーロンでした。さよなら。